山本由伸って割とマジで日本人史上最高投手じゃね。指標的にはケチのつけどころがない。メジャーでいきなり200億兆の契約やろな。近くになるのはダルや大谷だけでしょ。ダルの方が上って言いに来たけど、由伸の方が通算防御率いいのか。ダルはイニングと奪三振が団地やし。3年前から言ってたのは多分Yだけ。消耗具合はどうなんや。安定感がすごいよな。来年どこのチーム行くんやろか。ドジャースがそろそろ日本人取りに行きそうだよな。大谷の市場価値がくっと下がったから、両取りか由伸だけを狙うか。メジャーの移動とか国日程で調整できるかだけちゃう、不安要素は。MLB は違うから全く通用しないはないだろうが、どれだけやれるか実際やってみないとわからん。すごいんやけど、今年ほんまに存在感ないのよね。派手な瞬間風速高い投手と比較されて不当に過小評価されることが多い印象。現在ライバルがいないのが評価として上がらないんだろうて。山本のすごいところは全てが高い次元でまとまってるところ。これでメジャーで通用しなかったら泣く。180センチ未満の投手の究極体みたいなクオリティだよな。日本での成績は文句のつけようもないではメジャーでどうなのかってとこやろ。全部のボールのクオリティが高いよな。